絶対に11月にやっといてほしいなって思うことだよ、何ですか、うん、いや、やっぱハウスクリーニング。ハウスクリーニング。ハウスクリーニング。だよ。はい。10月がもう終わって、うん、11月になりました。早いですね。今年は尋常じゃないですね。うん、本当にね。はい。もう、マッハで11月だね。はい。なんか11月になるとね、いつも同じような、ここから年末にかけていって、全シャリの話しかしないんじゃない、はい、いつも。全シャリ縛りで。全シャリ縛りだね、いつもね、はい、年末になるとね。はい。まあでも本当にね、12月は忙しくなって聞いて、あんまりね、物を手放すとか、うん、家をきれいにするってことに時間をかけられないから、はい、やっぱこの11月にやっぱやってしまうのが一番得策だよね。はい、あ、そうなんですね。一番得策。絶対に11月にやっといてほしいなって思うことだよ、何ですか、うん、いや、やっぱハウスクリーニング。ハウスクリーニング。ハウスクリーニング。ハウスクリーニングは12月になるとものすごい忙しくなるから、うん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 、12月でもいいけど、はい、12月に頼もうと思ってるんだったら、はい、今のうちからもう日付指定して入れとかないと、もう12月だと本当に来てくれない、年内もういっぱいですって言われるから。あ、そうなんですね。そう、だからハウスクリーニングはさ、去年も散々言って、うんうん、やる人少なかったけど、うん、やった人はみんな喜んでるね。あ、そうですよね、うん、いい年迎えられたって言ってね。あ、本当ですか、うん、やっぱり綺麗、やっぱり綺麗な家って最高だよ。うん、もう本当に今 ね、僕引っ越ししたけど、うんうん、綺麗だよ、もう本当に。なるほど。すごい綺麗。あ、そうなんですね、うん、最高。あ、もうだってクリーニング入った後に台を行ってますもんね、うん、クリーニング入った後っていうかね、はい、もうフルリノベーションした後だから。あ、もしかしてもう全部、全部どっかってことはリニューアルされてるんですか。だから2ヶ月ぐらい待たされたけどね。あ、へえ。だから全部もう全て何もかも新しかった。あ、そうなんで、フローリングとか、うん、あ、もう全部全部全てが、もうだからもうキッチンとかお風呂とかもうトイレとかも全部、はい、新しくしてくれたから。めっちゃ綺麗ですね、うん、新品中の新品じゃないですか。あ、本当新品。うーん、新品。あ、そうなんですね、うん、最高。いや、めっちゃ気持ちいいですね。いや、もう本当最高。じゃあダイオ、今年はハウスクリーニングいらずってことです。あ、頼むよ、それでも。あ、そうなんですね、うん、やっぱりプロにはかなわないから。あ、そうなんです、ね、あとはね、フローリングなんだけど、うん、ワックスかけてほしいんだよね。あー、そうなんだ。光り輝くじゃん。輝きます、うん、今でも十分綺麗なんだけど、はい、なんかもっとこう光が欲しいな。あ、床に光を。床に光を。あ、そうなんですね、うん、床が光り輝けば、やっぱ床イコール自分自身だから、はい、あ、大王がより光り輝く。僕はいつも鈍い光だけど、いぶしな床が光れば自分も光るから。あ、やっぱ床もっと、なんていうんだっけ、はい、ワックス掛け。あ、ワックス掛けしてほしい。ちょっと、そうですね、そうですね、うん、そうしたら大王、来年からはもうペッカテカの大王に。あ、もう、もう、ダイヤモンド。日清サラダオイル被ったぐらい。めっちゃデカデカじゃないですか。すごいデカ。ギットギトですよ、ギットギト。あ、そうなんですね。もう年だからいいんだよ、ギットギトで。あ、そうなんですね。もういいんだよ、それで。ダイオ、ハウスクリーニング入れるなら、どこがおすすめとかありますか？いや、ハウスクリーニングは、はい、クーポンサイト使わないと。あ、そうなんですね。もう絶対的にクーポンサイト。はい、クーポンサイト使わないと。もったいない。あ、もったいない。もったいない。クーポンサイト使えば大体半額だから。あ、そうなんですよ。大体そのハウスクリーニングって、はい、家の中のその12箇所あるうちの4箇所選んでいくら、はいはいはい、5箇所でいくらみたいな感じで選べる、うんうん、で大体ざっくり定価って1箇所1万円ぐらいで覚えておいた方がいいんだよ。あ、例えばトイレ1万円、台所1万円、お風呂1万円みたいな感じ。ああ、そうなんですね。だけどクーポンサイト使えば大体半額ぐらいでいける、はい、お、そうなんですね。そう、5万円のところ2万5千円ぐらいでいける。いけるいけるいける。あ、そうなんですね、うん、めっちゃ安くなりますね。安くなる。お得ですね、うん、だからクーポンサイト使ってない人もいるから、はい、もうぜひ。だからクーポンサイトでも12月になっちゃうと本当に忙しくなる気がした。うん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 、うん、だからもう今のうちから予約するか、もう今のうちからきれいにしちゃうか。ああ、そうなんですね、うん、で今のうちからきれいにしてもらって、はい、それをキープする。ああ、なるほどなるほどなるほど、うん、いくらね自分で一生懸命きれいにしててもやっぱプロの仕事にはね、うん、もう絶対かなわない。ああ、そうっすね、うん、絶対かなわない。だってそれ専門でずっとやってるんですもんね。そう、うん、だからお風呂が気持ちいいよね。ああ、はいはいはい、うん、だから業者入った後のお風呂っていうのはすごい気持ちいいから、うん、もう最高だね。ああ、そうですね、うん、だから僕は今ほらね、もう新品になっちゃってるからさ、はい、そうですね、そうですね。だからもうお風呂とかも最高だよね。ああ、そうです。今の状態はもう水垢知らずになってるんだ。そうそう、本当に綺麗。ああ、そうなんですね、うん、めっちゃいいですね。だからこれをいかにキープするのかっていうことにかかってるから。はい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 、うん、ホテルみたいな状態、まあ、もう毎日すごい綺麗。へえ、最高だね。あとはもうお掃除ロボを導入したからさ。ああ、第4地のお掃除ロボ。お掃除ロボは本当に楽だな。あ、本当ですか。
あんないいものないな。あ、本当です。本当にもう感動、感動だね。あ、へえ。だってもう、スマホ一つだもん。はい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 。だから、朝起きるじゃない。はい、朝起きたらまず何するかっていうと、はい、スマホつけて、はい、ピッて押すと、はい、掃除ロボが、はい、あさっての方向にいる掃除ロボが、はいはい、今から掃除をいたしますとかって、え、挨拶してくれる、挨拶してくれる、でうちの掃除ロボはタコちゃんって名前だから、いや、タコちゃん、うん、タコちゃんおはようっつって、はい、タコちゃん今日もありがとう、挨拶して、そうそう、俺も連れて、タコちゃんもぐらー言いながらもう、はいはい、頑張りますみたいな、そう、で本当にあのうちのタコちゃんは、はい、雑巾掛けもしてくれるんだよ。高性能ですね。すごい高性能。あれ、なんでだろうね。毎日、綺麗にしてるのにさ、はい、なんで汚れるんだろうね、床が。あなんか。毎日汚れるんだよな。不思議だね。あれ、不思議ですよね。毎日掃除してるのに。意外なんですけど、ホコリの原因って、服なんですって。うん、元が全部。うん、だから、この毛玉みたいなのが落ちて、うん、それがホコリになってくるんですって。おお、でも毎日やってんのにね。いや、ほんと不思議ですよね。不思議だよ。そんな動いたかって思うんですよね。うん、だから、でもね、あの掃除ロボのおかげで、はい、もう本当にいつも綺麗。で、やっぱり角っこは、はいはいはい。多分掃除できてないと思う。うんうん、だからいつも端っこだけ自分で、クイックルワイパーで綺麗にする、ね。じゃあ、大王とタコちゃんのコラボレーションによって。そう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 、本当にもう朝は。はい、あ、そうなんですね。うん。あ、朝一から掃除めっちゃ気持ちいいですね。あ、めっちゃ気持ちいい。で、もう床面積めっちゃ広いから。はい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 、はい。めちゃくちゃ広いから床面積。はい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 、はい、うん。なるほど。これ、掃除ロボットがめっちゃ機能するためには床面積が必須ってわけです。あ、そうだよ。だってもちろんだっていろんなものあったらさ、掃除ロボ困るじゃん。進めませんみたいな。そう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 。あとはあれを入れたんだよね。何入れたんですか？洗濯機を、はい。ドラム式？あ、ドラム式、ドラム式って乾燥。だから今まで、はいはいはい、ね、洗濯して、はい、ね、終わったら、こう、うん、パンパンって伸ばして、はい、ハンガーかけて吊るすっていう作業がなくなったの。いや、これめっちゃすごい。いや、これは画期的だよ。大王、これは画期的だ。今って、うん、シワとかってどうなんですか、このドラム式。お、全然気にならない。え、そうなんですね。全く気にならない。あ、ドラム式で洗濯して乾燥まで、大王。乾燥までするよ。そうなんですね。だから一回3時間ぐらいかかるけど。でも、大王の洗濯する時間。うん、そう、すごい時短だよ。すごい時短だよ。まあ、畳む時間はあるけども、うん、でも、あれですよね。相当その洗濯にかける時間っていうものが短縮されたんです。いや、すごい短縮されたよ。めっちゃすごいですね。めっちゃすごいことだよ。じゃあ、大王結構今までにないぐらい、ちょっとその家事においては時間の余裕ができ始めたんです。いや、もう朝は最高だね。そうなんですね。朝は最高だね、もう。タコちゃんとのコラボレーションが。そうそうそう。あ、そうなんですね。もう本当にもうね、窓全開にしてさ。はい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 、はい。ね、気を回して。はいはいはい。で、朝日を浴びて。はいはいはい。うん。へぇー。じゃあ、ハウスクリーニング入れて、うん、ワックスをかけたら、タコちゃん導入を検討してもいいっていうことですね。あ、そうだね、はい、やっぱりね、主婦の方はね、奥さん忙しいから。そうですよね。奥さんの時短のためにも、うんうん、やっぱりドラム式。ああ、そうですね。ね、ドラム式と、はい、それから掃除ロボ。はいはいはい、はい。あとはやっぱ奥さんはあれかな、食洗機かな。あ、なるほど。食器を洗う。食器洗うやつ。はいはいはい、はい。こんなの導入したら奥さん喜ぶだろうね。ああ、そうですね。旦那さんね、ぜひこの三種の神器をプレゼントしてみてはね、いかがでございましょうかね。やっぱり今年も、うん、やっぱ奥さんはね、本当に誰も褒めてくれないから。時間かかりますよ、あの作業。いや、大変だよ、うん、本当にもうご飯作ってさ、うん、もうその皿洗ってくれないんだ、家族が誰も。うん、そうですね、誰も手伝ってくんない。そうですね。もう旦那なんかもう食べたら食べっぱなしだよ、もう。いただきますもん、ごちそうさん、美味しいねとかもないから、もう。何も言わないんです、ね。むすっとして食べてるから。むすっとして。もう食べ終わったらもうすぐに携帯で、はい、もう愛人に LINE してるから。愛人に LINE してるんですね。うん。それがもう片思いの女口説いてる。片思いの女口説いてるんですよ。口説いてる、もう。いや、奥さんも浮かばれないです。浮かばれないよ。浮かばれないですね。本当にね、もう奥さんは本当に大変。はい、ああ、そうですね。本当にもう年収、ね、奥さんの年収は3000万だからね。あ、そのぐらいの労働価値があるってことですか？いや、もうお子さんいらっしゃったらね、ほんと大変だよ。絶対そうですよね。もうほんとね、誰も褒めてくれない中、奥さんは一生懸命頑張ってるからね、うん、奥さん。そうですよね、うん。奥様の味方の大王です。うん。で、何の趣旨今日は？はい。今日はですね、ハウスクリーニングを入れよう。ハウスクリーニング、ハウスクリーニング入れよう。はい。ハウスクリーニング入れて、もう最新の家電を、ね、はい、旦那さんが奥さんにプレゼントすると。はい。まあそういう回でございました。